イングランディレデトは日本の競争馬である。2004年に天皇賞を勝利した。また天皇賞のモデルとなったアスコットゴールドカップにも出走した。デビューは2歳の夏。当初はダートを主体に使われていた。3歳の終わりに格上挑戦ながらスティアーズ・ステークスに出走し、ホット・シークレットの4着に食い込む。事故条件6着の後。 ダイヤモンドステークスに出走する。8番人気という低評価であったが、雨で緩んだ馬場と5 2ラムの軽いハンデキャップを活かして逃げ切り勝ちを収め、重賞初制覇となる。これが芝での初勝利であった。さらに、日経賞でも4コーナーで先頭に立つと、バランスオブゲーム以下を押し切り、重賞を連勝する。迎えた、天皇賞でフルゲート18頭中5番人気に、 支持されるが、ヒシミラクルの激走の前に9着に敗れる。その後は再びダート路線へ。ブリーダーズゴールドカップ、白山大賞点を連勝する、もじ ABC クラシックではアドマイアドンにかなわず6着に、敗れている。その後も、ステイヤーズステークス4着、名古屋グランプリ5着と勝ち切れなかった。2004年は、船橋競馬場で行われた、ダイオライト記念に出走し、 不良馬場の中、二着に入る。自走の天皇賞では他にも有力馬が多く十番人気に、過ぎなかった。ゲートが開くと、安状の横山のりは押して先頭に立ち、逃げを打つ。一時は二重馬身を超えるリードを作った逃げであったが、ネオユニバースやゼンノロブロイ、リンカーンといったサシし馬が揃っており、どの馬も牽制しあって、イングランディーレに誰も鈴をつけに行かないままレースは、進んでいった。 さすがに、直線では、脚色が鈍ったものの、そのまま2着全ロブロイに7場審査をつけて、逃げ切った。安城の横山は、同じ京都競馬場の GI 菊花賞を生雲スカイで、逃げ切った実績があり、後期場が光る競争となった。レース後の勝利ジョッキーインタビューでは、生雲スカイに乗っているようでしたと語っていた。当時地上派のテレビ実況を担当していた、馬場哲司アナウンサーが、 イングランディーレの一人旅と形容した海進のレースだった。その後、イギリスのアスコット競馬場に遠征して、アスコットゴールドカップに出走するも、天皇賞のようにレースを作っていくことができず、旧着に敗れてしまう。日本に帰国し、ブリーダーズゴールドカップ2着の後、左前は浅く賢炎を発祥。1年3ヶ月の休養の後2005年11月5日に復帰した。 休養期間が長すぎたために規定で、ハンダキャップ競争のアルゼンチン共和国売に使えず、カシオペアステークスを復帰戦にするも、62kg という、国領や長期休養などが響き、最下位に敗れてしまった。続く、ステイヤーズステークスも10着と大敗し、休養に入る。復帰は2006年8月5日の南北海道ステークス。そのレースで3着とし、 続いて、ブリーダーズゴールドカップに出走した。3年前に勝利した、このレースでの復活勝利が期待され3番人気まで押されたが、結果は6着に敗れた。その後、脚部不安で9月29日登録を抹消された。引退後は、エアスマップと共に、韓国の金額牧場で種ボバになることが決定した。3区には2012年のコリアンダービー優勝馬。 ちぐみスンがンがいる。ちぐみスンガンは、競争場引退後韓国で、種ぼば入りし、イングランディーレにとっても初の後継種ぼばとなった。2020年12月12日午後、老衰のため、つなぎ用先の韓国、チェジュ島の金額牧場で死亡した。21歳ボーツ。ありがとうございます。